今日の安定ぶりは目を見張るところ。当初でのガールズ競輪コレクション1着から非常に好結果を残しています。サリバン相手に持ち味の先行で逃げ切りたい高木、そしてその後位に2番佐々木恵里。佐々木も新人ということで当バンクは 初登場、先行することで見せ場を作っていきたい佐々木です。そして最後尾に福井の梅田裕樹、2馬身前では地元戦決勝進出もあるだけに、ここはチャンスを待って一発狙いたい梅田です。残り2周を通過、前を取ったサリバン相手に日本勢どういった仕掛けとなるんでしょうか。まずは高木が上昇していき、サリバンに対して先行勝負を挑んでくるか。そして地元篠崎も上昇です。前段サリバン先行体制、まずはモニクサリバンの逃げ、その後位には戸田美代子、そして5番の佐藤優香。高木は現在5番手の位置、まだ巻き返しはなくホームに帰って残り1周、後ろを見ながらモニクサリバンの先行を巻き返していく高木真紀美。さあ高木の動きを見て突っ張ります。サリバン、サリバンに対してさあ高木が外を襲いかかっていき、バックから3コーナー突っ張り切るか、逃げるサリバン、サリバンの逃げ、その後位戸田、外から7番坂根慎介やってくるが、振り切るかモニクサリバン、サリバンの逃げに迫ってくる戸田、戸田迫るんですが逃げ切ったモニクサリバン。そして5番のモニクサリバン、今日は中段からの組み立て、昨日は前を取っての突っ張り先行、逃げ切りを決めています。今日はどういった組み立てで勝ち星を狙ってくるのか、もちろん人気の中心。そのサリバンの行為つける形で7番の明珍優子、その動きにしっかりと乗っていくことができるでしょうか。後方では6番の元砂奈由美、元砂も近況は好調して決勝進出を決めています。昨日は4着なだけに、ここは上位にしっかり入っておきたいところです。最後尾からまず5校というのは4番佐藤優香、1走目では3着コースを見せただけに上位に食い込んでの決勝進出狙いたいところ。ゆっくり上がる佐藤が一旦サリバンの外を抑えました。引いたサリバン現在5番手、ジャン前から巻き返しを狙ってくるか。踏み込む5番のサリバン、前では3番の長澤、先行狙っていく5番のモニクサリバン、その動きには明珍つけるんですが離れて2番手3番長澤が入った。サリバンの行為に入った長澤、この行為から追い込み狙う戦いか。そして1番篠崎3番手、後ろからの仕掛けはなく先行勝負サリバンに後ろ入った3番長澤、続く1番の篠崎。さあ長澤篠崎サリバンの逃げを追い込むことができるか。直線、さあ逃げるサリバンに番手から迫って長澤、長澤踏み込んでかわしたか、最後捉えたか長澤や。3番手の位置から組み立てるクリスタナ・ホーゲル、1走目は先行策、昨日2走目の戦いでは高木の先行をまくり後続をちぎりました。今日もスピードを発揮していきたいホーゲル。中段の位置で6番のモニクサリバン、昨日ゴール前は長澤に刺されたものの持ち味の機動力は見せています。ここはホーゲルとの戦いでどういった競争を見せてくれるのか。そして4番高木真紀美、昨日はしっかり巻き返し持ち味の先行を見せました。しかしながらホーゲルにまくられての2着、今日はどういった組み立てを見せるか。高木後方からゆっくり上がって5番の篠崎、さらには7番の戸田、両者ともに好位置取って最後は鋭さを見せたいところ。まず篠崎上昇しホーゲルを抑える構え、3番手の位置やや牽制する動きを見せています。外国人勢を抑え込み一旦後方に追いやろうという作戦、
まず前で待つ2番の長澤、そして1番藤谷、包まれているフォーゲル、さらにはサリバン、外から篠崎が上昇し、地元篠崎、まずは長澤を抑えました。先行に出ていく篠崎に戸田が追走、そして2番の長澤、うまく3番手外に持ち出し、3番フォーゲル、そして高木がその外、さあフォーゲルのダッシュに高木がついていけるか。5番の篠崎の先行策を3番のフォーゲルがまくっていく、その行為にぴったりとマーク、4番高木まきび、6番サリバンが外をまくっていく、逃げるフォーゲル、後ろつけた高木、高木がかわしにかかるが、サリバンは苦しい展開、逃げる3番クリスナ・フォーゲルを高木まきび直線迫ってくる、フォーゲル振り切って続いた高木。